どうも龍神どうも龍神チャンネルの宮ちゃんです。今回もグローブの修理系の動画をお届けしていきたいと思います。今回のグローブはこちらです。ナイキのダイヤモンドエッジクリッパープラス、まあちょっと前のモデルになると思いますけども、こちらはですね、先日あの動画にしました水のプロのオレンジの、ピッチャー用のグローブを持っている方と同じ型の、グローブなんですけども、まあ見てわかる通りここのウェーブの部分がベローンとなってしまったので、これを修理してほしいというふうな、依頼になります。でナイキはこういう、まあ、ウェーブとかを単品で販売、まあ、ほぼほぼしてないので、今知ってるのかなちょっとわかんないですけども、まあ結構奇抜のウェーブが多くてですね、まあ、同じものっていうのがなかなかないので、これをそのまま修理をしていきたいと思います。でやり方としては、ここの部分のですね、縫い糸をちょっとほどいて、ここペローンと開けてですね、その中から、革を当て込んであげて、もう一回縫ってあげて、紐を通し直すというような、工程をしていきますので、例のミシンを使っていきたいと思います。でその後にですね、まあ見てわかる通りかなり色あせもしていますので、ちょっとお手入れなんかもして、状態を復活させていこうと思います。はい、ではですね、まずは、ここの部分ですね、はい、ここの、ステッチほどいていきたいと思います。はい、糸をほどくにあたっては多分この要塞とかやる方はお持ちかもしれませんが、こういった、ほどくものを使います。中に革を入れて接着してから縫っていく形を取ろうかなと思います。まあ、こういうことですね。こんな感じで革を中に入れ込みます。レースが通る予定の場所にまず印をつけます。はい、でもう一回抜きます。このように跡が残ってますんで、ここに穴を開けます。はい、穴はこういうですね、専用の穴開けポンチで開けていきます。縦長です。はい、こんな感じで穴開けました。では、穴の、位置の通りにもう一回入れていきます。はい、こんな感じで、穴も、まあ、ほぼほぼ一致しました。じゃまずここからですね、一回ちょっと接着していきたいと思います。はい、ちょっとこんな感じで今ゴムのりをつけたので、乾燥させていきます。はい、それではですね、こちら塗っていきたいと思います。まず最初に、ですね、ここの、もともと糸が通ってたところを、一回縫い合わせて、まずそれで位置を決めてからですね、その後にこの破れてる部分を、まあ、どうにかしていこうかなと思います。はい、まず上の部分ですね、
まずはここ縫い終わりました。まあどうしてももう使ってるグラブなので、表側いいにしても後ろ側ってなかなか、場所が一致しないんですけども、まあまあいい、まあいい感じにいったかなと思います。本当はデイちゃんは、まあ、よくやっていました。はい、何でしょうか。わかんないよ。1番くねくねしてた、2番遊んでた、3番ずっとやってた。はい、何でしょうか。パパ、このカメラではまねできないな。ではこんな感じでできましたんで、あとは組み直して手入れをしていきたいと思います。まあ、ネイビーも赤もカラーオイルがないので、ネイビーは黒で代用、赤の部分はこちらの濃い革で、入れておきます。いやだからさ、お前入るお前入るって言ってる。あらかたちょっと色ついてきたので、今度はこのウェブの部分ですね。こちらは以前、動画でレビューしたことありますけども、ローリングスのオールレタートリートメントオイル、まあ、革色を選ばず、全ての革製品に対応しているという商品になります。撮影してやめちょっと本当来ない。はい、はい、ひとまずですね、まあ、ウェーブの部分も、まあ、着色終わりましたんで、あとは組み直していきたいと思います。
はい、ウェブも組み上がり終わりまして、あとはそうですね、ちょっと表面に純系のグリース塗ってあげたりとか、あと表もカラーオイル塗っただけなので、もうちょっと、ケアをしてあげます。あとは裏側の中も結構カピカピになってるんで、中も手入れしていきたいと思います。まずは裏側は、おなじみ、ミズノの総口臭シリーズの裏側専用コンディショナーですね。こちら使ってクリーニングしていきます。では拭いていきます。今日この白いところ使っていきますね。まあかといって真っ黒になるわけではなかったですね。どうしても裏側は汗とかでこう乾燥してしまってカピカピになってしまって、あと雑菌とかも繁殖しやすい場所なので、結構丁寧にケアしてほしい場所でもあります。こういうザラザラになってるって言ったらいいかな、こういうひび割れ方してるグローブっていうのは、だいたいそういう手の汗によって裏側が乾燥してしまって、それをちゃんと取り除かなかったことによる、まあ、乾燥、ひび割れ、雑菌の繁殖っていう風になってしまいますので注意が必要です。表面は、おなじみウィルソンの、キープコンディショニングオイルを使っていきます。最後にこちらの純系グリスを入れていきたいと思います。まあ、入れると言っても、うっすら塗るだけなんですけど、よし、完成です。完成図このような感じになっております。まあ、ビフォーの、最初の方の、このグローブの状態と、比べてもらえれば一目瞭然かと思います。色も入れましたし、ツヤツヤしてますね。当て側を後ろから入れて、縫い合わせて、ベースを通すという感じになってますんで、見た目はこの通りちょっと破れ気味なんですけども、上っ面の皮が破れている状態のままなんで、中には、しっかりと破れてないちゃんとした皮が入ってるんで、そちらにレースを通しています。なので、とりあえずはしばらくは大丈夫な感じになるかと思います。さあ、あとはこれを先輩が満足していただけるかというところになりますので、渡した時の反応がちょっと楽しみかなと思っております。はい、それでは今回はこちらのグローブの、ウェブ修理と、あとはメンテナンス関係やってきました。はい、それでは今回の動画は以上になります。チャンネル登録、各種 SNS のフォローよろしくお願いいたします。それではさようなら。リュージングッズ販売開始。動画内でみやちゃんやきよさんが着用している T シャツ、キャップなどがネットショップで販売開始されました。ぜひ興味のある方は下記の概要欄から URL でネットショップにゴー!